ピカチュウヘルメット、販売せず、嘆きと求む声。株式会社ポケモンは25日、横浜 DeNA ベイスターズ、6月30日、7月2日にスペシャルイベント、ポケモンボールパーク横浜を初開催することを発表した。野球の試合で使われるピカチュウヘルメットが公開されたが、一般向けの販売はなく、ネット上では、そこは販売してよ、自転車用で欲しかった、草野球で使いたいから販売検討して、など、嘆く声が上がっており、ツイッターでは、ピカチュウヘルメットがトレンド入りしている。オークションで売ってくれ。自転車用にしたら売れるだろうな。子供が喜んでつけるのにな。ヘルメットの基準満たさんでしょ。安全用品は大変。これ相手の中日にも被らせろよ。立浪と和田の頭をピカチュウにしろ。マスコットのタヌキに被らせろ。戸柱のなんでお絵感がたまらん。これ草野球してたら絶対買うわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。